すいません、すいません、すいません、ここにあの、サイエンジャパンと言って違う、違う、最下位はって言ったんですよ。いや、絶対違います。2人で言う方がいいのに、僕が混ざっちゃったんです。ごめんなさい、もう一回撮らせてください。いや、サイエンタイワンです。まだです。サイです。変態先生です。サイエンです。ゆうくんです。ミニだぞ。今日は今年の最後の1日。2020年たくさんいろんなことあったね。去年は書き初めしたね。それからもう1年経ったってことで、もう早いね。そして新人3人も入ってきて、もうすぐ1年が経とうとするもんね。今日はですね、7人で自分の目標を振り返り、1月1日が書き初めしたの、目標で、さらに新人たちが入った時動画で言ってた目標で覚えてるか。ということで、今日の企画は2020年の目標を振り返り。みんな覚えてる？ちゃんと自分書いたこととか言ったこと。じゃあどれから始めますか？いや、おじさんおじさん何持ちましたっけ？僕はあの書き初めで失敗っていうのね、すごい。2020年は失敗、いっぱい失敗しようっていう。深いな。今年はどんどん新しいことに挑戦して、いっぱい失敗して、この中で大きな成功を勝ち取る。なるほど。これは深い。深い。これすごい。いっぱい失敗をする中で成功をつかむと、まあいろんなことに挑戦しようことだったと思うんですが、目標の達成度でいうと 50%。なんか もっとできたんじゃないかみたいな、ちょっとそういうところはあって。いい失敗の話とかないですか？友達の誕生日で、クラブで飲みに行って友達ができた代わりに携帯失っちゃった。友達ってやっぱ別に iPhone には変えられないし、すごい、iPhone 以上のなんか価値があったかなって。かっけえ。友達ってやっぱ別に iPhone には変えられないし。私は信じる、信じる。ああ、はいはいはい、ずれたし。ああ、思い出した。ちょっと2019年ちょっとあの自分を信じられなかった時が多かったから、2020年はなんか自分だけでも信じてあげたいなと思って信じるにした。今年もやっぱ2020年いろんなことがあって、年末とかにも結構いろんな挑戦をしてでもできたこともあって、でもなんかあの字にして自分自身っていうよりはチームのみんなが私を信じてくれたかなっていう思ったのと、あとはファンの方々が私が結構悲しかった時に、まなちゃんあれ書いたでしょ去年って言って写真スクショ送ってくれた。自分っていうよりは周りにもちろんズズをはじめチームのみんなが自分を信じるってことをもう一回教えてくれた感じがして、100点かな。おー、ポジティブ。逆にさ、書き初めじゃなくて口で3人はいてたよね。浅江ちゃんとか気になる。なんか私が入った時の目標は2つって言って、1つ目が台湾の南部をもうちょっと活性化したいっていう気持ちがあって、で2つ目が皆さんが多分今一生懸命動画を見るために中国語を勉強しようっていう風にしてくださってると思うんですけど、そういう風に私も皆さんが中国語を勉強するモチベーションになれたらいいなと思うので、その2つ達成できるように頑張ります。今年は本当にありがたいことに語学の IG を任させていただいたりとか、うまいでも台南を取る機会があって、目標にすごい前進できたなという気がして、達成度的には 95% ぐらい。おお、嬉しい。じゃあリンリン。わあ、でも私がなんか入った時動画で言ってるのは、まだ未知な私ですけど、サイエンチームの一員として役に立てるような人になれたいと、あともっといろんな日本の方は台湾のことを知ってほしい、もっと台湾は何、もっと知りたいという思えるように全力頑張りたいので、あともう一つ、もっと皆さんをリンリンのことを覚えるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。日体有効を作りたいっていうことがあるんですけど、私も実はその時また心の中にある感じを自分に開けたんですよ。それは穏やか。それはどういう意味があるの？サイエンチームを含めて私もここに入
ていうことも含めて、みんな穏やか、なんかおん、え、まあとりあえず順調にうまくみんなの夢を支えになりたいなと思ったんですよ。でもわーわー達成できたんですね。達成率は自分の中では自分ができてないことがちょっと多い、また力不足だから、もっとできるはずなのに全然できてないなって思うところが結構多いんですよ。40番に自分で開けたいんですよ。あー厳しい。新しい1年も 90% を言えるようにもっと頑張りたいなと思います。じゃあ、全部忘れちゃったゆうくん。忘れてない。しっかりといろんな部分でも、SNS でも、皆さんとも交流できたり、まあ、もっともっと、こういった撮影自体が初めてなので、不慣れなところ多いですが、お願いします。一番最初、もともと僕もサラリーマンじゃないですか。そういったところもあって、YouTuber というものも新しい挑戦なんで、全体を通して、まあ、日々冒険だと僕は思ってるんですね。いろんなことにぶつかるじゃないですか。いろんなことに挑戦するから冒険って、そこでなんか臆病になってしまったとか、マイナスなところはちょっとだから自分の弱点っていうのが逆に見つかったところはあります。そこで言うとなんか半々かな。 50%。 じゃあ我々のリーダー、確かにリーダーが来たんだって話です。時代を追いかけるんじゃなくて時代を作るっていう、なんか台湾のこの時代、例えば2020年に流行語じゃないけど、あ、チームサイエンっていうのが躍動してたなみたいな、一個の思い出みたいなのを作りたいんですよね。僕は革命という二文字をですね、掲げさせていただき、高らかに2020年を開始したわけですけれども、昨今のこの世界情勢に我々の力、何より私の力及ばず、時代に負けてしまった。本当に申し訳ない。本当は2020年やりたいこといっぱいあったし、もちろん新人入ってきたからもっともっとできることもあった、日本でもなんかやりたいなとかも思ってたけど、コロナがあって、まあ自分の夢で言うと、まあライブが延期になったりとか、チームの、まあ、日本でなんかやるとかも割と全部なくなっちゃって、じゃあその時に、いやそれに負けないように次の手を打とうってこうもがき苦しみ、いろんなことをやったつもりではあったけれども、結果としてはまあこれを跳ね返しきれなかったかなっていうのがやっぱ自分の中では悔しいところですかね。何パーのぐらいですか。革命度合いはもう全然さ 1% だ。来年はまあよりもっともっとね、台湾での活動ももっともっと前進させられるように頑張りたいと思います。最後です。鍵詰めの時はもう間違いなのよ。覚えてる。もともとの意味は、うん、2019年の慣れてるものを全部覚えて、新年も新しいものも勉強する。あー、そう、やっぱり今年はコロナの影響で今は日本に行けないんですよね。最初の時は途中は本当にいろんな変わったでしょ。でまた初心を戻って改めて私が、あ、やっぱり日本が好き、本当に行きたい、初心を持ってて新しい目標、なんか今は進んでます。 60% ですよね。まあまあそうね、達成する前に 100% はできないよ。おお、確かに目標はあれだよ。100なんて言った人なんていないんだから。そんなこと言っちゃった。100なんて誰も言ってない。誰も言ってないから。誰も言ってない。100% は私たち一緒に目標まで2人なんでしょ。生きてから言えって話だな。100なんて話だな。そうだ、その通りだ。こちらの2人がですね、もう100と95なんですけど、95、まだまだ 5% は最後支えちゃわせる。はい、私の限界100じゃねえ。あー、やばい、やばい。最後なんか 100% とはになるけど、やっぱりもう立てた時とね、本当に状況が変わっちゃったっていうのは本当に大きいと思うんだけど、いやその中でみんなこんだけのパーセンテージ出してるっていうのは本当に頑張ったんだなっていう、僕は思うんですけど、どうですか。みんなよく頑張りました。先生、先生は嬉しいです。新しい目標、先生お願いします。大革命。いや、大きくなってる。革命が成長して大きくなっちゃった。目標じゃあ言っときますか。また来年振り返れるように。では先にリンリン行っちゃいますよ。では来年の目標は夢です。シンプルな感じですけど、私が入る前にもう失った夢を改めて拾って、そのジムの目標は仲間でみんなの夢を楽しめるっていうことをもっと実現し
たくて、みんなの夢言っちゃって、おい、ちょっと待って、小僧は克服ですね。おろおろ、さっき言った挑戦をしたことによって壁にぶつかって目をそらしたくなることもいっぱいあったし、反省したいって思うこともいっぱいあったんで、そこは新年克服してさらに大きな前進したいなと思います。私はですね、今年いろんな現実が起きまして、なかなかこう楽しいことを想像できてなかったので、想像という2文字つけさせていただきまして、皆様がワクワクする、もちろんこれはメンバーもそうだし自分もそうだし、視聴者の皆様がワクワクするような計画をどんどん発表できていければなと思っております。おじさんは、準備で2022年に僕らの一番大きな目標があるので、もう2021年は大準備の1年かなと、2022年にバンと素敵な花火を上げると、そのためにできる準備は全部やると、それを1年の目標としたいと思います。私は楽しむが目標です。すごくよく言われるのは、ブヤチブヤチブヤチンちゃん、なんか私すごい緊張しちゃって、ちゃんとやらなきゃ、撮影しなきゃ、これどうしたら視聴者さん楽しいかな、いっぱいいっぱい考えて、なんか気づいたら撮影楽しめなかったなとか、この1ヶ月ちょっと数字ばっかり見てたな、そういう反省点があるので、前年度の台南と語学の目標に一つプラスして、今年はいろいろたくさん楽しみたいなと思います。私は発揮という言葉です。アリーナに行くために自分の持ってる力が出し切れてないような気がして、いつも努力をしてたつもりでもそれをちゃんと出せてるかなって悩んでた時期もあったので、私はその自分の持ってるパワーも発揮したいなって思ってます。ちょっとダサいかも。何？逆に気になる。みんなのみんな、私たち目標を達成するまでにもちろん夢とかの準備とかいろんなことがありますけど、私たちだけではなく視聴さんたちもスタッフさんもみんなの力で集まってアリーナまで一緒に進めましょう。2021年もよろしくお願いします。お願いします。次の2021年明日に向けてもっと頑張るぞっていう気持ちだね。僕たちを一緒にね、こうやって今日作って振り返っていたので、皆様どうでしたか。はい、そうですね。1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きならこのチャンネルとしてグッドボタンを押してください。それから私のツイートモードをフォローしてお願いします。リンクがあります。それじゃあバイバーイ。